吉根さん、ラブドールとかフィギュアで抜くっていうキーワードがありますけども、これ抜くっていうのはどういうことかっていうと、情報を抜くってことなんですよ。まあ、今ここにね、フィギュアがありますけども、こうね、分離するんですよね。はい。これは、カップヌードルとかを温めるときにこう置くみたいです。私の結構好きなのはね、こういった格闘技系のフィギュアで、これね、手を拳にしたり、人差し指にしたり、チョップにしたりとかは、これ入れ替えられるんですよ。で、顔とかも入れ替えられて表情が違ったりとか、で、体はね、こうやって動くんですよね。で、こういうのマントもこうやって、マントというか学生服も動いて、オラ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 みたいなね、すごい臨場感のある、こう、フィギュアでございます。で、今回何が言いたいかというとね、まあ今お見せしたフィギュアは、着せ替えができないんですけども、このフィギュアとかドールっていうのはね、1分の1の、例えば中学生ぐらいの女の子の1分の1のサイズの、人形があるんですよ。で、それは、ちゃんとこう、可動部もあったりとか、服を着せ替えたりとかするらしいんですけども、これがね、ドール沼って言って、沼って言ってね、ハマったらもう戻れないぐらい、お金がどん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 吸い込まれていくらしいんですよ。もちろん、その、ドールちゃんを買うとね、いろんな可愛い服着せたいなとか、コスプレを楽しみたいなとか、いろいろあったりするらしいんですよ。セクシャルな、その、相手にもなるらしいんですけども、様々な、要求を答えてくれるみたいなね。で、独身男性がこれから増えていくときに、その、独身の男性にね、自分の部屋帰っても一人じゃないですか。だから気兼ねないんですよね。一人暮らしの部屋に、まあ、女の子のフィギュアがあっても誰に見られるわけでもないし、自分のその趣味のね、着せ替えをしたりとかね、なんか場合によっては外出したりとか、買い物行ったりとか、ホテルを取って一緒に泊まったりとかね、ディナーを楽しんだりするらしいんですよ。まあそれは必ずしも馬鹿にできるもんじゃなくて、まあ言ってみれば私もね、ナイトライダーみたいなコスプレやってるわけですから、うん、それが、架空の女性に、こう、意思が向いて、まあそれに応えるサービスがあるってことなんですよね。で、今回何が言いたいかっていうと、そういうふうなね、ドールとかフィギュアを買うじゃないですか。例えばこれ。可動式のね、女の子のフィギュアありますけども、例えばこれにね、たまにはメイド服着せたいなと思ったら私はできないんですよ。でも、さっき言った着せ替え可能の1分の1サイズのやつだったら、こう、服が売れるんですよ。架空の人物に服が売れるんですよ。で、そういったものを購入すると履歴が残って、今度は可愛らしい靴ができましたよとかね、ソックスはこれがいいですよとか。で、新しいファッションですとか、夏になったらこう水着はどうですかみたいな感じで、本来なら単身男性っていうのは、それまでね、インターネットで、そのエロ動画を見るぐらいしかなかったんですけども、今度はリアリティをものすごくね、追求した女の子のフィギュアがやってきて、それにね、もう、我が娘とか嫁をね、育てるかのように、いろんな服着せて記念撮影したりとか、それこそポージングしてみたりとかね、様々な楽しみ方があるんですよね。しかもそれって誰にも知られずにできるんで、むちゃくちゃハマるらしいんですよね。で、通販で今買い物ができるから、例えば新しいね、キャミソール欲しいなと思ったら買えるし、で、新しいなんか下着が欲しいなと思ったら買えるしみたいな感じで、しかも結構単価が高くても売れるんですよね。で、そうなると、じゃあ、そのね、女の子一人分の着せ替え着何種類もやると、例えば145センチの女の子をオーダーしたら、145センチに合った、その服が売れるわけですよね。靴とか。それから場合によってはカバンとか売れちゃったりするわけですよ。で、いろんなポージングして記念撮影したりとかね。まあ、いろんなこうセクシャルなことをしたりとかするわけですけど。じゃあ今度は、じゃあ150センチの女の子のドールを買ったら150センチに合う服が今度売れるんですよね。それは購入履歴でもって、どん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 セールスのリサーチが、アフィリエイトの仕組みで進むわけですけども。じゃあ今度はね、145センチの女の子のフィギュア買いました。150センチの女の子のフィギュア買いました。そしたら今度は120センチのフィギュア出ましたみたいなね。これは小学校3年生ぐらいですとか言ったら、これもそういった層には売れるというね。で、気がついたら、その、独身男性がね、もう、いわゆる、こうやってフィギュアじゃなくてね、ドールに、1体20万とか30万するんですけども、それもね、5体も6体も10体も買ってしまったみたいな感じで、で、それぞれに服があったりとか、なんか結構ね、ランニングコストがかかったりするんですよね。で、修理も必要であったりするわけですし、だからね、今からそのいろんな情報を抜くことによって誰にも知られない趣味嗜好ってものが、それまではお店に行って買うしかなかったから購買意欲がそがれていたものがもう再現なくなってきてね、まあ、もちろん私一人の人生がすごく楽しくなって、それが誰にも迷惑をかけないんだったら何をやってもいいと思うんですよ。はためから見たら気持ち悪いってもんでも、本人が良ければいいと思うんですよね。基本的にですよ。私もだから、ね、ガンダムのコスプレしてみたりとかね、宇宙戦艦ヤマトの格好してみたりとか、旗から見たら気持ち悪いかもしれないじゃないですか。時にはね、車トラジロやるわけですよ。ちなみに今日トラジロやってきましたよ。ちょっとした発表会がありましたんで。うん、だからそれを、なんかね、
まあ、例えば私はそのコスプレ衣装結構買うわけですよ。まあ男性コスプレっていうかね、宇宙船ガイマと買ってみたりとか、ガンダム買ってみたりとか、トラさん買ってみたりとか、ルパン三世買ってみたりとかするわけですよ。そしたらやっぱりコスプレ衣装が私のお気に入りとかにこう並びやすいんですよね。でやっぱこう買うわけじゃないですか。ありえますよね。未だにトラさんのね、あのブルーレイなんかセットとかセールつきますよ、持ってるのに。何なんだと思いますよね。大草原の小さな絵とかね。でナイトライダー関連のやつもすごいセールつきますよ、うん、そりゃ来るでしょ。買うわけですから、また際限なく。ということでね、もう録画残ることによって私はもうね、史上最大のカモになってますよ。ドンマイカモですよ、ドンマイカモ。これがフィギュアで抜くっていうね。抜くは何かっていうと、情報が抜かれてるんですよ。私はフィギュアじゃないですけども、ナイトライダーで抜いてますね。かなり抜かれてますね。いってらっしゃい。